荻原ひろ子の危ないお金の話。今日は、働き方改革の、国会の審議での議論、これの、欺瞞をいち早くそのデータの偽造などをご指摘なさった法政大学の上西先生とお話をしたいと思います。で、上西先生は非常にこの労働問題には精通した方なので、この今問題になっている高度プロフェッショナル制度、どこがおかしいのかということがこれでしっかりわかると思います。先生、よろしくお願いします。で、本当に今遺族会の方が、涙ながらに訴えてらっしゃいましたよね。そうですね。強行採決をしないでほしいと、せめて採決の前に自分たちの思いを直接安倍首相に伝えたいので、会わせてほしいという話をしてたんですけれども、そもそもその要請の文書を安倍首相に渡さない、もう事務的に職員の方が受け取ったっていうだけで、それ以上のことを国会で福島みずほ議員がやり取りをしても、いや事務的に受け取りました、いや事務的に受け取らせていただきましたって、もうそこでシャットアウトしてる、そういう過労死、家族が過労死していらっしゃる方たちですよね。そうなんですよ。もともと働き方改革って長時間労働の是正をしますと、あるいは過労死の悲劇を二度と繰り返さないということを安倍首相は、高島つりさんのお母さんなんかに会われて宣言してたのに、結局その長時間労働の是正のほかに、高度プロフェッショナル制度ですとか裁量労働制の拡大っていう過労死が増える可能性が高いものを入れ込んで通すがために、通したいがために、もうそういう声は聞きたくない、だからちょっとシャットアウトしておこうという態度になってしまってるんですね。ですからね、私すっごいね、と思ったのは、結局国会で15分でいいから会ってほしいと言ったのを無限にした、その4時間後に、銀座の吉兆で経団連の人たちと2時間以上ご飯食べてる、2時間以上ご飯食べてる経団連の人たちとご飯食べてる時間があれば、15分会えばいいじゃないですか。だからそこで会ってしまって、それでも採決をしたっていうと、要するに非常な情のない安倍首相っていうようなイメージがついちゃうじゃないですか。だから絵を取られたくないんでしょうね。でも経団連というのは、この高度プロフェッショナル制度、言い換えれば働きたい放題制度ですよね、これを年収400万円からしろっていう人たちですよね。そうですね。で、この人たちの方にじゃあ顔が向いてるってことなんでしょうかね。でも経団連の企業も、400万でなくても今の1000万ぐらいのクラスであっても、実際過労死する人が出てしまった場合に、企業の名前も出てしまうじゃないですか。そうした時のダメージは非常に大きいと思うので、本当はもっと真剣に過労死とかその長時間労働でメンタルや心身壊すっていう問題について向き合うべきだと思うんですけれども、でそこでもうコープロの基本的な話なんですが、高度プロフェッショナル制度というと、普通の方は多分年収1075万円以上の、プログラマーとか、高度専門職の本当に限られた職種の人たちの話、だから自分には全く関係ない話だと思っている方が大部分じゃないかと思うんですよね。で、そういう書き方をしている新聞もありますよね。で、積極的にそういうふうに言われてますよね。ほんの数パーセントの人ですよと、だからあなた関心持たないでいいですよっていうような感じでね、でもそれが実際には今回の法案を見ると違うんじゃないのっていうところがいくつもあるということですよね。まずはその年収要件については平均賃金の3倍を相当上回る額というようなことが書いてあるので、一定の歯止めはあるけれども、ただそれもあくまでまずは見込みなんですね。だから実績ではない、つまり自分が今1000万クラスの年収をもらっている人だけが対象ではなくて、極端に言えば大学院生で収入0円の人だって新卒で適用できちゃうんですね。ということはつまりまずその年収からいくと、今みんな1075万円と思い込んでるじゃないですか、以上と思い込んでるじゃないですか、ところがさっき言った厚生労働省の然るべき資料の3倍以上相当ということ、3倍を相当程度は、そうすると今だいたいその基準が950万ぐらいなんですよね。950万円以上だったらあとは裁量ってことですかね。法的にはそうですよね。そうすると960万円 OK って話ですよね。相当程度っていうのは10万ぐらいと考えればね、でしかも
さっきおっしゃったように、うん、これは契約ですよね。そう、実際にじゃあ年収それだけもらっている人が対象なのかっていうと違うんですよ。そうではないということですよね。だから1年間でそのぐらい、うん、それ以上の額を払いましょうねという契約をして、うん、でもそれも別に1年じゃなくて、うん、12で割って1ヶ月でもいいので、うん、1ヶ月だったら90万でもいいんですけれども、うん、ただじゃあこういう仕事でこれをやってください、じゃあ1075万ねという契約をして、うん、でもそれをできない場合もあるでしょ。そうですよね。で、できない場合に1075万払う義務があるかどうかっていうと、うん、それはあまり書いてなくて、うん、いやお願いしたのできませんでしたよね、うん、じゃあ20% 減額させていただきますみたいなね、できちゃうんじゃないかな、ね、できちゃいますよね、うん、でそうですよね、うん、でまあということはつまり800万とかね、そうですよね、うん、ということはつまり1ヶ月だけ950万ぐらいで、うん、あ990万、うん、1ヶ月だけ90万で、うん、本当に忙しい時にお願いして、はいはい、でもここミスあるよね、ここミスあるよねっていうんで、うん、じゃあ月に70万に減らそうねみたいなことができるってことですよね。できると思いますね。でしかもさっきおっしゃったように、うん、まあこれ4日ですか、4日間休暇すればあと24時間働け放題、年間104日の休日と4週4日の休日っていうのがあって、うん、まあ年間をならすと週休2日、うん、月に8日間なんですけれども、うん、別に慣らす必要はないので、うん、最低限4週4日なんですね、うん、そうすると国会で小池晃議員なんかも言ってるけれども、うん、最初の月の初めの4日間だけ休ませて、うん、月の終わりにだんだん忙しくなるから、うん、あとはもうずっと休みを取らずに24時間働かせることも法的にはできてしまう、うん、休憩も取らせずに、休憩も取らせずにね、休憩の規定も関係なくなるわけなのでね、うん、で困るのが、うん、これじゃあそういう働き方を仮にした人に対して、うん、今までは労働、ね、基準局が、うん、検査に入ったりとか、うん、指導したりとかいろいろして、うん、それ違法だろうとか、そうですね、送検したりいろんなことやってましたよね、うん、でもそれが違法じゃなくなっちゃうってことですね。そうなんですよ。だからそこが大事なポイントでね、うん、違法状態の合法化のための法案じゃないかなというふうに指摘がされていて、うん、今例えばその管理職だから管理監督者ですよね、うん、管理監督者扱いにしてるとか、うんうん、あるいは営業の人とかを裁量労働制じゃない、あ違う、みなし事業場外みなしなんだけれども、うん、適用できないんだけど適用しちゃってるとか、うん、いろんな形でそのきちんと残業代とか深夜割増とか、うんうん、払うべき人に払ってない実態があるんですよ、うんはい、でそれって裁判とかで争うと負けるんですね、会社が、うんうん、で負けるって分かってるけれどもそうやって違法にしてしまってる実態があって、うんうん、それをコードプロフェッショナルに移行すると堂々とできちゃうんですね。そうですよね。もう違法じゃないですから、うん、で違法じゃないってなったら今ね、例えば残業代は一部しかもらってない、固定しかもらってないとかっていう人は、うんうん、どうせ守られてないんだし労働法なんてと思っていても、うん、もう会社が堂々とね違法じゃないんだしってやったらより仕事を降ってくる、より仕事与えられて、うん、より長時間になって、うん、でも逃げ場がない、うん、違法だって訴えられない、そういう風になると思うんですよね。そうですよね、うん、でじゃあ例えば、うん、それで過労死した場合はどういう扱いになるんですかね。そうだからこれもね、うん、野党が今すごく問題にしているところで、うん、労働時間の管理が必要なくなるんです、うん、実労働時間の管理ではなくて健康管理時間っていうのを管理しなさいになって、うんうんうん、で健康管理時間って朝何時に来て夜何時に帰ったとか、うん、そういう話なので、その間本当にみっちり仕事をしてたかどうかっていうのは管理をしなくていいんですね、うん、でそれで亡くなっちゃった時に、うん、その時間が例えば160時間超の残業相当時間が例えば100時間だったり120時間であっても、うん、それ実労働時間じゃないですよねということになって、うん、じゃあ実労働時間自分でね、うん、証明しないといけない。でもそれすっごい大変なんですよ。そうですよね。会社なかなか証拠出してくれないし、うん、今でも労災の申請で認定を勝ち取る人って裁判で何年もかかったりとかしてるので、うん、だからそういうことが分かってる遺族の方は、うん、もうゴープロになったら過労死をしても認定がされない、うん、で認定がされないということは
残された家族が経済的にすごく困りますよね、うんうん、そうですね。それから政府としては過労死の件数が増えない、うん、責任を負わなくていい、うん、むしろ過労死減りましたとかこう胸を張っちゃうかもしれない。そうですよね、恐ろしいんですよね。怖いですよ ね、うん、ね、自分たちの責任を、うん、まあ、免責をして、うん、でもう亡くなった人が好きで仕事頑張って亡くなったんでしょうと言われる可能性が高いですよね、うん、それだとこの公プロって基本的には労使の合意ってありますよね、うんうんうん、でもこの労使の関係ってやっぱり使う方が強いじゃないですか。だからね、うん、希望する人がだけが対象ですとかね、うん、選択肢を増やすんですとかって言うんだけれども、うん、でも希望する人だけが対象ではなくて同意が条件っていうだけなので、うん、じゃあ同意してね、うん、君たちみんなコープロにするからねって言われたら嫌、うんうん、ですってなかなか言えないですよね。そりゃそうですよね、うん、でしかもその業種が今は本当に限られた業種っていう、ね、うん、ことを言われてますけど、そう、これも明記されてないですよね。明記されてないんですよ。法律に全く明記されてないのが怖いところで、うん、あの高度の専門的な知識を要する、うん、で時間とこう成果が比例しないようなみたいなことだけしか書いてなくて、そうするともうほとんどのね仕事は当てはまっちゃうじゃないですか、うん、でその上で法改正後に労政審でご議論いただきますっていうふうに加藤大臣は言うんだけども、うんうん、でも労政審にじゃあこういう業種でいかが業務でいかがでしょうっていう案を出すのはあくまで厚生労働省なわけですよ、うん、まあ、労政審というのはもうこの外郭団体みたいなもんですかね。厚労省の審議会、まあ、審議会、ね、あの事務局が厚生労働省で、うん、学者と労働側委員と経営側委員の、まあ、3社で話をすることにはなってるんだけれども、うん、やっぱり筋書きは厚生労働省が描いてるので、そうですよね。だからあの症例なんかもものによってはその日に出されたものをそのまま追認するってこともたくさんあるんですね。なのであのもうおそらくは厚労省の中にはこういう 業務っていうふうに頭の中にはあるはずなんですけれども、それをあえて言わない、うん、あえて言わないまま法改正しちゃうって怖いですよ ね。 そうですよね。どこまで広がっちゃうか、うん、だからね、そういうふうにおっしゃるとなんか思い浮かぶのが、うん、32年前に派遣法というのが導入されましたよね、うんうんうん、その時は私も忘れもしない、はい、なんか通訳だとか、うん、なんか1日10万も稼ぐ人たち、もう本当な高度のプロフェッショナルだけが対象なんだっていうことで、ね、うん、13業種ですが、うん、それで派遣法だったんですよね、うん、だから派遣法適用の人ってあすごい高額所得者で高度な知識を持った人なんだと思っていたら、うん、いつの間にかズル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 と、そうですよね、今や平あの普通の正社員よりも下になっちゃってますよね、うん、だからあのその派遣もやっぱり法改正後にすぐに対象業務がなんか3つぐらい広がったっていう、そうですね、16になり26になり、うん、あれはあの政令で、うん、あの簡単に変えられちゃったっていう経緯があるので、だから今回は省令ですよね、うん、ただ私もね若い頃、うん、あの派遣のコマーシャルやってたのを覚えていて、うん、そのもう嫌な上司にあなたはこういろいろ振り回されなくて自分のスキルで好きなようにこう会社を渡り合えるようなね、うん、渡り歩けるような、うんうん、なんかそういうイメージで言われていたけれども、うん、でも実際のところはこう派遣続けているとなかなかもう契約のこう交換の時に賃金下げられちゃったりとか、ね、あのだんだん次の仕事が見つけにくくなったりみたいな現実があるわけですよね、うん、だから今回高度プロフェッショナルについていや1075万とか交渉力のある人ですからみたいに言われるけれども、うんうんうん、全く同じですよね。同じですね。だから同じような過程をたどっていくと、うん、でもじゃあどっちがひどいのっていうと、うん、派遣法よりも、うん、コープロの方がひどいじゃないっていう、うん、少なくとも派遣法は労働を守られてるわけですよね、うん、労働条件をね。そうですね。でもコープロの方は守られないわけですよね。労働基準法の労働時間法制の枠外の働き方、うん、だから労働法の保護から放り出した労働者を作るってことなんで、ね、ということはいずれもしかしたら、うん、いや私たちって派遣社員でよかったね、うん、コープロじゃなくてっていうなんかそういう時代が来るかもしれませんよね。だからコープロで労働法 の、うん、あの時間法制から外しちゃうでしょ、うん、それから今副業兼業とかっていうのでフリーランスで働くの素晴らしいみたいなねことも言われてる。だから労働法の保護から労働者をどんどん外に追いやっていきたい、うんうん、そういうのがあの働き方改革の
法案自体の外にもそういう政策ってあるんですよね、うん、就業形態の多様化ってことも、うん、今回の働き方改革の法案の中には、うん、雇用対策法の改正の中に入ってますしね、うん、大きな流れとしてはそういうのがあります。いやだから、ね、本当にあの、うん、私なんか本当困るなと思うのは、うん、割といろんなご家庭の、うんまあ、家計なんかを見ていると、うん、本当に今あの一番お金のかかる子どもの教育費の大変な40代、うん、50代ですよね、うん、この辺のところが給料上がっていないどころか下がってるんですよね、うん、でただでさえなんかだんだんこうきつくなって、うんもうあのね、下がっている人たちが今度狙い撃ちでこうプロに入ってくるわけですよ ね、うん、ね、そうすると家計どうなっちゃうんだろうと思いますよ ね。だから土日に副業してくださいみたいなね、うん、よりこう大変になっちゃう可能性ありますよね。副業できないですよね、コープロになっちゃったりすると。まあだから会社がどこまでその人に何を求めるかにもよりますよね。いやでもね、会社って結局労働生産性を重視するじゃないですか、うん、そうすると10のものを与えてできたら、うん、はいそれでいいですよってわけにいかないですよね次は12とかね。じゃあ君何簡単にできたじゃないじゃあ今度12やってよみたいな ね、そうそう、次13やってよって、ね、来ると、うん、もう副業どころじゃないですよね。そうです、やっぱりね、あの、うん、成果で評価っていうふうに最初結構言われたじゃないですか、うん、そうすると自分できる人だからきちんと評価されるんじゃないかみたいに期待を持っちゃうけれども、うんうん、でも例えばそれが1075万だったら、うん、会社は1075万以上払う義理はないわけだから、ね、だから一定額でできる人にさらに仕事を振ってしまう、うん、できる人はさらに大変になるっていうことが十分予想できると思います、うん、かといって、うん、1075万円ぐらいだと、うん、じゃあ自分で独立して稼ぎましょうっていう、うん、だから3000万ぐらいだったら ね、 そうですね、いやじゃあ自分でそのこと会社作ろうよみたいな方に行けるかもしれませんけど、うん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 、まあ、1000万円前後ってとても微妙なとこですよね。やっぱりね、子どもの進学費用とかいろいろこう自分の好きなように生きていけない、うん、家族のための責任でこの今の収入を維持しなきゃいけないっていうようなね、うん、そういう人でしょうからね。でもそういう状況ってどうしてこう顧みられないんでしょう。いや、うん、私ねおかしいなと思うのは、うん、みんな言ってるのが盛りかけばっかりやってないで、うん、大変な法案があるんだから、うん、そっちをしっかり審議しようって言ってるじゃないですか、うん、でじゃあ盛りかけやめて審議しましょうって言ったら、うん、今はあの働き方改革か、うん、カジノ法案、うん、えみたいな両これがそうでしかも両方ともさっさと通していっちゃおうとしてますよね、うん、そうで、あの厚生労働委員会は別に盛りかけやってないんですよ、うん、ほとんどね、うんうん、だから盛りかけばっかりやってるっていうのは本当に印象操作 で、うん、で厚生労働委員会できちんとこの働き方改革の審議をやろうとしても、うん、加藤大臣はもういつものはぐらかし答弁なんですよ。論点すり替え、ね、ご飯論法ってやつです。最初空回しで通そうとしましたよね。時間稼ぎだけで通そうとしましたよ ね、うん、だからもうなんか最初にもう結論ありき、そうもう時間だけ積み上げてやればいい。じゃあこの間あの経団連にご報告に行ったんでしょうか ね、うん、ね、もうそろそろ通りましたっていう、うん、そろそろ通りますがあのありがとうございましたみたいな感じ で、ね、で結局経団連の方とかも静かに見守ってるじゃないですか、うん、何も言わないで、うん、言ったらこう摩擦が起きるから言わないわけですよ ね、 で、 ねで、あの衆議院で厚生労働委員会で通過をした翌日の日本経済新聞なんかもものすごくちっちゃい扱いで、うん、一面には一言も書いてないんです。そうですよね、うん、毎日新聞なんか一面トップにね、うんうん、あの 野党の反対を押し切って過労死の家族の簡単を反、うん、あの反対も押し切ってあの無理やり通したっていうようなことがよくわかるような紙面になってたんだけども、うん、日本経済新聞とかだとね、ビジネスパーソン読むじゃないですか、うん、だけど自分に降りかかってくるかもしれない問題として、うん、気づけないような形でこそっと2面のところに書いたら、うん、でもそれって卑怯ですよね。卑怯ですね。それはやっぱり、でもやっぱりそれは新聞の成り立ちからしてね、うん、やっぱりどこがスポンサーが大きいかっていうのもあるんで、うん、それは日経はしょうがないのかなって感じがしますけど、うんうん、それにしてもなんかこういうことってもっとみんながちゃんと知らないと自分ごとにどんどんなってきますよね。だからあの私なんかもね、就職の時とか日経読む方がいいよって言うし、うん、やっぱりその企業活動とか分かるのは日経なんだけれども、うん、その時に仕事をする人として日経を読むっていうのと、でもやっぱり自分と働かせる側は対立関係にある、うん、
っていうところは日経だけからは読めないので、それはまた別の情報ね、毎日新聞なり朝日新聞なりね。それでちょっと前に話が戻りますけど、先生がご指摘なさったあのデータの、あの改ざんの答弁のねことで、結局 あれはなくなったわけですよね、車両労働者の拡大で。あれも本当にひどい話でしたよね。そうですね、あれは本当に年収要件もないので、あの法人相手の営業職とかにすごく大きく拡大をしようとしてたんですね。だけどそれもあの法案審議の前の時に、まあ、もうすでに2017年とかから、あのそのやり取りやってるんだけれども、どこまで広げるんですかって言ってもはぐらかしでね、まあ、その時は塩崎大臣でしたけれども、あの具体的にはなかなかお答えできないみたいなね、そういう言い方をしていて、でもすごくたくさん広がっちゃう可能性があったんですよ。でそれを一切こう表に出さないで、あたかも長時間労働の是正と同一労働同一賃金をやるのが働き方改革だというようなことを言ってたので、このまま取っちゃったらどうしようってね、反対側すごい心配してたんですけど。でも本当に長時間労働の促進ですよね。促進ですね、みなし労働時間以上働いても残業代出ないわけですから。 それでも、あのもちろんそのあれはなくなったんですけど、でもコープロの方は もっと悪質かもしれないですよね。もっと悪質ですね。だから、あの裁量労働制は深夜割増とか休日割増を払わなきゃいけないの で、一定の歯止めはあるんですよ。だけどコードプロフェッショナルはそれも払わなくていいので、本当にもう1000万ちょっと払っとけば、いくらでも働かせることができる。で時間の裁量も法律には書いてないんですよ。そうですね。でそこも裁量労働制と違うところで、あたかも自律的に働けるようなイメージを振りまきながら、でもそれが法的に何の保障もない。そうだから裁量労働制の時に、結局あの、野村不動産でしたっけ、野村不動産がもう、なんていうんですか、最初はこう、労基がこんなにしっかり取り締まってますよ、みたいな、違法的よ ねモデルケースみたいなことを言ってたんだけど、実はそこで過労死してたっていう。それ結構長い間違法適用されてたらしいんですよ、だから一度そういう制度ができちゃうと、裁量労働制でもコードプロフェッショナルでも違法に適用されるところがたくさん出てしまう恐れがあって、そうするとそこが、いやあなたのところ違法ですねって労働基準監督官が指摘しにくいと思うんですね。そうですね、特にコープロはしにくいですよね、だって合法なんですもんね。そうだからコープロがもし制度として入っちゃった時に、きちんとした条件を満たしてきちんとやるところもあるかもしれないけれども、何にもそう詳しいことを知らないまま、あ君コープロねみたいに違法にやっちゃうところがたくさん出てくる可能性があって、でそれをじゃあ労基が取り締まれるかっていうと、できない可能性があるんじゃないですか。でそもそも、あの労基の、こう抱えてる人数って3000人ちょっとぐらいじゃないですか、国際的に見ても少ない、そうするとあのこれ計算してみたんですよ私、そしたら、ね、1人で1万6000人の労働者を監督するなん、するんですよ、それ無理でしょって。そうだから定期的に回ったってね、1年に1回も行けないぐらいなね、でしかも現実でしょ、しかもその違法っていう、違法の方がやっぱり対象ですよね、そう怪しいところを行くわけですよね。そうだからコープロなんか合法になっちゃうから、そう来てくんないですよね。そうだからあのやっぱりね、時間で守られるって大切だと思って、あの8時間を超えてんのに残業代がきちんともらえてないみたいなのって、自分でわかるじゃないですか、だけどなんで自分コープロなのみたいに思った時に、法律とか読みこなせないでしょやっぱり普通の労働者は、ね、だからいや君コープロなんだよ、あのちゃんと手続き取ってるからねって言われちゃったらどうしようもないし、でそれでじゃあ自分で単独で労基署に行って相談に行ったって、おそらく向こうの方も困るんじゃないかな。そうですよね、そういう意味では合法なんですもんね、問題が埋もれちゃいますよね。そうですね、いやであともう一つ、その同一労働同一賃金、これもね、なんか昨今問題が出てきて、郵便局が、あの同一裁判やってますね、同一賃金同一労働にしようというんで、あの残業とかを全部外して、正社員の待遇を下に
揃える、うん、その住宅手当とかを取ることによって、うん、正社員の給料を下げれば、うん、非正規との格差が縮まるよねって。そうなんですよ。だからそれどういうことですかみたいなね。同一労働同一賃金って言っていながら基本給はいろいろまあ差をつける理由があって、うんうん、で例えば食事手当とか住宅手当とかあのなんだろうな交通費とか、うん、そういうものは正社員に払ってんだったらあでも住宅手当は違うかもしれない。あれ期末手当とかなんかあというかね、うん、今回のあれでは住宅手当を社員の方の住宅手当を取って非正規の方には6日間、うん、期末の6日間、うん、1日4000円から5000円ぐらいの手当をつけますっていうんで、うん、あ非正規は上がりました、うん、正規はちょっと下がったよみたいなね、はいはい、ニュアンスにしてるんだけどもうこっちはドーンと下がりそうだってこっちは 4、5 万下がり、うん、こっちは年末の6日間だけちょっとお持ち代が出て、うん、みたいなね、うんそうだからいろんな手当を正社員に払ってるんであれば、うん、非正規にも同じ額を払いなさいと均等な待遇にしなさいっていうふうになると経営者からすればたくさんこう非正規を雇っていればいい、ね、雇ってるほど人件費跳ね上がるのたまらないなというので、うん、じゃあもう手当両方なしにしてしまおうっていうことが十分考えられるし実際起きてしまってるわけですよね、うんうんでそれを直ちに違法とするようなことは今回の法改正には何も書いてないので、うん、そういう意味ではその今おっしゃったようなね下の方に合わせて均等にしてしまうと、うんうん、いやでそうすると、うん、何のための働き方改革なのかってねそうですだからなんか最初名前あの安倍政権ってすごいネーミングがネーミングです、ね、女性活躍社会とか、うん、なんだか分かんない1億なんとかとか1億総活躍、ね、総活躍とか子供なんとかとか、うん、いろいろ出てくるんで、うん、なんかで働き方改革とかで働き方をや働きやすくしてくれるのかって、うんうん、みんな思いますよ ね言葉だけ聞いてると、ね、言葉でこう世論を引きつけて、うん、でもそれって結局騙してることだと思うんですよね騙してますよね、うんうん、だって働き方改革働く人の視点に立った改革ですって言って長時間労働同一賃長時間労働是正と同一労働同一賃金ですよともうそればっかり言いつき続けて、うん、でも裏でコードプロフェッショナルとか裁量増税の拡大をやろうとしてたわけなので、うん、これあの社民党の又市さんがね毒まんじゅうって言ってるのってすごいいいネーミングだと思ってて、うんうんうん要するに働き方改革っていう言葉でせっせと毒まんじゅうの皮を作ったんですよ、うん、であの2015年の残業代ゼロ法案そのまま出したら世間の反発食らうから、うん、それをうまくこうやって覆い隠してね働き方改革ですよとです、ね、ホワイトカラーエグゼンプションでしたっけあれも ね2007年も出せなかった3度目の挑戦なんですよ今回ね、うんうん、で今度はやっぱり圧倒的に数が多いので、うん、もう数の力で押し通していっちゃうっていうことですね、うん、でもだからこの前のね強行採決なんか、うん本当のことを私たちがきちんと知れば、うん、こんなこと起こっちゃってて労働者としては自分大丈夫だろうかっていうふうに思うと思うんだけれども、うん、でもあの混乱をなかなかテレビも伝えないしね、うんうん、新聞だってそうさっきのね日本経済新聞なんかも淡々と伝えるだけだから、うん、あの何の新聞読んでるかによって全然受ける印象違うので、うん、本当は日経で日経を読んで頑張って働いてる人とかすごい影響あるかもしれないんだけれども その人たちに情報が届いてないとしたらすごく怖いことですよね、うん、でもこれはどんでも裁量でどんでもなってくんだったら、うん、もう粛々と知らないうちに、うん、それが経営側の ね経営側の有利な方に政府の拡大されていってしまうっていうのは目に見えてますよねそうです一旦入ってしまうとまたさらに止めにくくなりますしね、うんあれもそうでしたよねあの、税金の、うん高額所得者は増税するぞみたいな、うん、あれ1500万に始まって、うん、1200万1000万850万まで下がってきましたよねなるほどねあれと同じような方式で、うん、今入る入り口は1075万円だけど、うん、だんだんこう下がってくるんでしょうねそうでしょうねだから仮に今1000万が対象になった時に、うん、今度800万まで下げますよって時に800万の人ってなかなか声上げにくいじゃないですか。あ、そうですよね。あの他に600万、400万の人がいる中で、うん、自分嫌だっていうのはやっぱり高額所得だ、ね、比較的にたくさん所得をもらってるっていう意識はあるから、うん、なかなか声上げにくいと思うので、うん、そういうことをうまく巧妙にこう使って、ね、だんだんこう労働者分断を図ってみたいなね、うん、ありえますよね。そうすると本当にどんどん皆さんこう貧しくなっていく。そう。だから収入が多いという人でも実はどんどん貧しくなっていってしまうっていうことですよね、うん、だから収入が多かろうが少なかろうが、うん、
経営者が残業代を不当に払わないのはおかしいよねっていう、その一点でやっぱり労働者側が連帯とか団結とかっていうね、みんなで反対するっていう姿勢が必要だと思いますね。そうじゃないと分断されて、いいように向こうのいいように方がどんどん変わっていっちゃう。いやだから私最初に、一番最初に働き方改革って言葉を聞いた時には、私がイメージしたのはデンマークだったんですよ。デンマークもう残業代なし、うん、ね、でみんなくじこじで帰れて、残業時間なし、残業時間なしだけど、うん、みんなもうくじこじで帰れて、うん、残業する人は、うん、ちょっと能力低いよみたいな見方をされちゃうような、うんうん、そういうなんかもう本当にね、うん、それで生産性が日本よりも 1.5 倍も高いわけですよ ね。だそういう世界を目指してるのかなって一瞬思ったけど、真逆でしたね。真逆ですね。だから、うん、長妻議員なんかはそうやってインターバルをきちんとね、うん、確保して、健康を確保してこそ、うん、高付加価値な働き方ができるんだって、ね、これから少子高齢化の日本が生き残る道はそういう道だっていうふうに言うんだけれども、もう安倍首相言うこと聞かないですね。だから短期的にとにかく今の会社の状況を乗り切るためには、人手不足の中でいっぱい働いてもらわなきゃいけない、そういう短期的な視点に経営側が立ってるとしたら、どんどん働く人を疲弊していっちゃいますから、ダメですよ ね、まあ、ね。なるほど。いや皆さんは本当に働き方改革どう思われたでしょうか。まあ、最後にちょっと先生に一言。衆議院の厚生労働委員会で採決されましたけれども、うん、まだ通ったわけではないので、うん、私はこれはやっぱり今通すべき法案ではないと思ってるんですよ、コードプロフェッショナルについては、うん、なのでまだまだ問題の認知が広がってないので、うん、ぜひ自分事として多くの人に考えていただいて、これ通さない形での働き方改革っていうのをやっていきたいなと思ってます。そうですね、はいはい、今日は本当にありがとうございました。